私あんまり自分のために何かをしても続かないんですよ。でもなんか人のためにすることなら続けられる。やっぱり整形靴って病院か介護シューズとか介護ショップでしか買えなかった中で、こんなおしゃれなお店に、ね、置いてもらえるっていうのはすごい嬉しいって言ってもらえるのは私もすごく嬉しい。26歳ぐらいの男の子が作りに来てくださったんです。その子はいつもスウェットを着てるんです。一緒に来られたお姉さんがそういう明るい雰囲気の靴って履いたことがないんだから、一回そういう靴選んでみたらっていうので、お姉さんがこう背中を押してくださったんですよね。じゃあ納品の時履かれた瞬間に、これにこの靴に合うファッションというか洋服を買いに行きたいっていう風に言われたんです。今までこの子はそういうことに興味がない子だと思っていたんだけど、自分に選択肢がない上にそうせざるを得なかっただけなんだなっていう風に、すごく目から鱗というか、修理が返ってきた時に、こんな靴作ってたっていう、恥ずかしいって思うことがあるんですよ。今はもっといい靴が作れる、だったらもうちゃんと作らないといけないな。じゃあこれがじゃあ10足目になった時に、今そう思っていても3足目の私の靴ってきっと下手なはずなんですよ。だからその繰り返しかなっていう。